日中戦争が勃発してから10年が経った1947年、未だに大日本帝国は国家を燃やしながら戦争を続けていた。軍部内の統合と合理的な作戦の立案により、日本は1944年に中国、45年にインド、46年の初めにはスエズ運河の制圧に成功した。特にスエズ運河の閉鎖によって連合国は東回りの場合、防砲航路を用いなければ太平洋戦線に移動できず、さらに日本海軍はこの海域に世界最大の潜水艦である E400 型潜水艦を20隻派遣、その後1年間戦績に近い敵輸送艦を撃沈し、多くの兵器の生産がストップ。アメリカとイギリスの国力は非常に疲弊した。この頃、米国は太平洋で一大反攻を開始、総勢70万の軍勢をインドネシアに上陸させ、日本の生命線である油田地帯の奪取を試みた。この危機的状況を打開すべく、近代改修に努めていた連合艦隊が本土から出航、東南アジアに漂うアメリカの主力艦隊を撃破し、上陸した部隊の補給を遮断することが目標とされた。1946年2月5日にマラッカ海峡にて連合艦隊は米海軍と接敵。この海戦において日本海軍はほぼ干渉を収め、制海権の維持に成功。上陸した部隊は日に日に弱体化していき、2ヶ月後にはジャワ島にいた20万の米兵を除いた全ての部隊が降伏した。大日本帝国の総合参謀本部はこの機会を逃すまいと攻勢作戦を立案。攻撃目標はオーストラリアとニュージーランドであり、アジアに残る最後の連合国の撃破に乗り出した。1946年7月、米軍の反撃から6ヶ月が経過した時に、総勢50万人の軍勢が港を出港した。日本軍は直ちに複数箇所に上陸を開始。太平洋戦線の米軍主力部隊を失っていたオーストラリアとニュージーランドは大した抵抗をすることもできず、パース、キャンベラ、ウェリントンが陥落、両国とも1946年の10月に降伏した。しかし一方で残された時間は少ない。我々は大東亜戦争に終止符を打たなければいけないのだ。10年に及ぶ地獄の戦争の先に希望があると信じて、総合参謀本部はアメリカ本土上陸計画を開始していた。大日本帝国はこの戦争に勝利し、全てを解放するために最後の攻撃を開始する。全部隊が配置に着きました。いつでも出撃可能です。わかった。山下将軍率いる第25軍は直ちに出航せよ。攻撃目標は太平洋最重要拠点のハワイだ。日本とアメリカの中間点に位置するこの島、アメリカからハワイの間にはほとんど大型の島が存在せず、太平洋東部唯一の軍事拠点だ。ここが落ちればアメリカは太平洋における攻勢がほぼ不可能になるだろう。命令を受けて20万人の兵士が出撃。今回は陸戦隊が協力しているんだよな。その通り。と言っても今は海軍ではなく総合参謀本部の参加だがな。上陸作戦に特化された部隊、アメリカの組織で言えばまさに海兵隊だ。44年当時には悲惨な部隊状況だったが、今では立派な上陸部隊になっている。11月30日に上陸部隊はついに接敵。残存する米海軍は以前から行われていた連合艦隊による湾岸攻撃で修理が難しくなったため、すでに本土に撤退しており、湾内はすでにも抜け殻だった。20万の軍勢を迎え撃つため、米軍戦力は約6万人が待機しており、中にはパーシングを備えた戦車部隊も存在したが、沖合をすでに制圧した日本海軍にとって彼らは格好の的であり、艦載機による爆撃と大和をはじめとした戦艦の砲撃で一方的に攻撃された。明らかに敵兵力が少ない。米国はここでの決戦を避けたな。ならいい、ハワイを早急に制圧せよ。12月14日には最後まで抵抗した敵戦車部隊を艦砲射撃で容赦なく破壊。ついにはオアフ島の制圧に成功した。世界中でこの日本の勝利は報道され、太平洋戦争におけるアメリカの劣勢を裏付けるものとなった。しかし米軍の損失はほとんどゼロだ。アメリカは本土で我々を迎え撃つつもりだから、ハワイなどくれてやると言ったところか。奴らはハワイの重要性が分かってないみたいだな。速やかにハワイの航空基地を整備、米の爆撃隊に移動を命令せよ。ジャップが来てるってよ。のにクリスマスの準備とはおめでたいことだな。そう言うなよ、町の人間はまだ安全だと信じてんだ。ハワイが陥落したのにか。奴らが次狙うのはここだ。俺らの首を切り落としに来るぜ。そんなに怖いなら東海岸に行けよ。向こうで大独善の戦勝も。おい待て、レーダーに映ってるのジャップの爆撃機じゃないか。しかも大型機だ。わかな、ここはハワイから 4000 キロも離れてんだぞ。日本がそんな爆撃機持ってるか。だけど実際に行ってんだ。しかも数百機、すぐに空襲警報を出す。ついに実現した。爆撃隊によるアメリカ本土空襲が。この作戦には極秘に開発されていた高高度爆撃機富岳が投入された。当初の予定よりもだいぶ小型化したが、一方でハワイ制圧までに300機も準備ができた。アメリカの国道や国は十分な数だ。あの国の国民は情報統制で日本の優勢など知りもしなかっただろうから、腰が抜けるほど驚いているに違いない。もちろん敵軍事基地の破壊も目的だが、アメリカ国民を震撼させることが主目標だ。あの国の有権者を脅迫し、講和会議の場に引きずり出す。奴らの対空砲火や航空機では届くまい。市街地には爆撃するな。だが工場と基地には徹底的に、そして連続して爆撃を続けろ。これで米国は戦争を終わりにしたがるはずだ。アメリカ本土上陸作戦の立案を開始せよ。
選挙の結果はどうだった？はっきり言えば講和派の大将だ。徹底抗戦派はまだ勢力を保っているが、東条首相はこの選挙の結果を聞いて、来週中に辞職することを決意した。次の首相は予定通り東国宮殿下がご就任遊ばされる。軍人が政治工作するなど嫌なもんだな。そういうな。この選挙でやっとこの戦争の終着点がまとまった。あとは突き進むのみだ。それに東国宮殿下は就任後軍部の権力の縮小は必ず成し遂げるとおっしゃっている。医薬上層や現役武官制にもしっかり対処なさる予定だ。軍人が政治に絡むのもこの戦争が最後になればよいな。それにしても、徹底抗戦派はアメリカの全土を制圧し無条件降伏を突きつけようとしているが、そんなのいくつ日本があっても足りないぞ。全くその通りだ。しかも米国は原子爆弾を持っている。一つの都市を消滅させる力は絶大だ。上陸地点に落とされるだけで一軍が全滅する。抗戦派はさすがに米国といえども、むやみに自国の領土に原子爆弾を落としたりはしないと考えている。確かに民主主義を謳うかの国がその国民を焼き払っては元も子もないだろう。しかしそれは理性が働いている時の話だ。急須、猫を噛むという、いざ降伏が間近に迫れば彼らも容赦をしない可能性は十二分にある。敗戦が目の前に迫った国は皆狂う。その狂気はうねりながら国民に波及し、目的のない戦争を招くだろう。どの国でもどの時代にも通用する話だ。理性を失った人間と交渉はできない。無条件降伏を突きつけるまで追い詰める以外に術はなくなるだろう。そこにあるのは狂気の絶滅戦争のみだ。中国権益がすでに認められている以上、我々はそれ以上に若者を死なしてまで求めるものは何もない。お互いに理性を保てる間に戦争を終わらさなければいけないのだ。戦争の終着点をあからさまに掲示し、彼らを講和会議の舞台に立たせ、必ず日本を戦争から解放する。1947年1月6日、東条首相は戦争の安定化を理由に辞任。4年続いた東条内閣は終わりを迎えた。その後を引き継いだのは東国宮成彦であった。彼は明治維新後初の皇族の首相であり、その影響力を生かして終戦準備に取り掛かった。一部は交代はなかったものの、国家において重要な政治部門では多くで大臣が一新され、外務大臣と大東亜省は重光守、内務大臣には吉田茂が就任し、海軍大臣は山本五十六が就任することが検討されたが、軍人確保の終戦するまで軍務を離れてはいけないとして本人が辞退。結果的に米内光政が就任した。さらには国務大臣には反軍演説で有名になった斉藤隆夫が就任し、内閣全体で講和への体制が整えられた。また東南アジアの植民地化を決定した大東亜政略指導大綱は内閣成立後に開かれた御前会議にて、全近代的欧米主義と批判され、戦争終結までに大幅に修正することが決定された。日本内部では来たる終戦に備えて着々と準備が進みつつあり、あとはいかにして軍事的勝利をつかみ取るかだけとなった。続きまして、大日本帝国陸軍の参謀総長を務める霊夢殿からお言葉があります。どうぞ壇上へ。皆さんこんにちは、霊夢参謀総長です。私からはこの場をお借りしてぜひとも大東亜戦争についてお話しさせていただきたい。我々は支那事変から始まり、10年間、戦争を続けてきた。10年間だ。6年前に始まった対米戦争からはさらに戦争は肥大化し、我々はアジアを解放するべく世界の半分で戦闘を繰り広げた。一時は劣勢であったが今は確実に勝利に近づきつつあり、米帝の力は日に日に衰え始めている。だが私はこの戦争の中で何か恐ろしいことが起きているような気がしてならない。それは兵士が人を殺すことではない。それは単なる戦争の日常だからだ。それでは恐ろしいこととは何か？ぜひ答えよう。私が非常に恐れているのは戦争が日常になっていることである。あまりにも長く続いた戦争を前に、我々は兵士が兵士を殺すという状況を恐ろしいほど冷静に見ている。我が軍が敵兵を射殺し、敵兵が我が兵士を爆殺し、我々は敵のスパイを処刑する。そんな狂気の連鎖をまるで当たり前かのように我々は澄ました顔で見ているのだ。こんなことは当たり前ではない。当たり前になってはいけないのだ。軍隊と政治が、そして生活が密着した今の日本は、大東亜戦争が終わった後も次に起きる戦争に平気な顔で参加するだろう。100万人が死んだ戦争の後でさえもだ。腹をくくって戦争に挑むのと、深く考えず戦争に行くのでは全く意味が違う。我々は日本を作り直すチャンスを手に入れるためにアメリカに攻撃を仕掛ける。必ず勝利をつかみ取ってくる。そうしたらその後の仕事は君たちだ。軍隊と政治を、生活を引き離してやってほしい。戦争に束縛されたこの年代の次には、少なくとも平時は戦争を気にせずに過ごせる人民を取り戻すため、自らの行いを否定するために戦地で死んでいく兵士たちを忘れないでほしい。私はもう一度戦争を非日常のものに引き戻したい。戦争を当たり前ではないものにしたい。日本を戦争から解放したいのだ。我が大日本帝国は米国本土に対して最後の大攻勢を実行する。我々の勝利を祈っていてほしい。そして次の世代へ本当の日常を取り戻してほしい。広告の未来はこの戦争にかかっているのだ。
それでは山下将軍、アメリカ本土上陸作戦の解説を頼む。了解いたしました。現在、我々は太平洋における圧倒的優勢を確保しており、アメリカ本土へ爆撃も敢行しております。しかし依然としてアメリカの世論を動かすには力不足であり、講和へ持ち込むには敵本土を叩く必要があるでしょう。この上陸作戦における最大の障壁はアメリカ太平洋艦隊の存在です。彼らはハワイでの決戦を避けたからな。かなりの数を保有しているだろう。情報部の情報によると、空母9隻、全艦10隻を主力とした大艦隊が防衛しているとのこと。我が軍の正規空母は2ヶ月前に完成した新型空母、大砲型の富士と鳳凰を合わせて6隻、戦艦の数も考えると戦力差は 1.5 倍か、この差はどうやって埋める？それについては私が、磯六君か、では頼んだ。は、まず米国の太平洋艦隊と決戦をするわけですが、彼らは本土の沿岸を巡航しており、軍港の位置関係では非常に我々の分が悪いです。近場に大規模な港を必要とするでしょう。そのために行われたのが先月のアラスカ上陸だな。おっしゃる通りです。陸戦隊がアラスカのアンカレッジに上陸し、同地域の軍事施設を確保しました。そこからカナダへの攻撃はどうなっている？すでに国境部には米軍が展開しており、幾度か攻撃を行ったものの成果は芳しくありません。しかし一方で、アラスカの全地域を制圧しました。それは素晴らしい戦果だ。これでアメリカの目と鼻の先に我が軍の基地が完成したわけだ。このアンカレッジを拠点とし、北太平洋に進出してきた敵艦隊と決戦を挑みます。勝率は？率直なところ 50% といったところです。海軍戦力では劣りますが、大和型戦艦も健在ですし、アラスカからの航空戦力も得られます。それに何よりも連動の差が戦いを有利に持ち込むでしょう。攻撃には敵の3倍の兵力を準備しろという、かなりの攻撃力を海軍に注いできたが、それでも最後まで数で劣っている日本海軍の君たちには申し訳ないな。いえ、かの国は年間に500万台も自動車を生産する国ですから、兵力の差は当たり前であり、文句を言うべきではありません。数の差を工夫で乗り越えてきたのが我が海軍ですから、今度の海戦も必ず勝利をつかみ取ってみせます。頼もしい限りだ。信じているぞ。制海権確保後の作戦については私が、すでに本土以外の防衛兵力は現地部隊が補っており、米国本土上陸作戦のために120万の兵力の準備ができました。彼らはアラスカ、ミッドウェイ、ハワイから同時に出港し、ロサンゼルスからシアトルにかけてのアメリカ沿岸部一帯に上陸します。スパイの情報によると米軍戦力は7割以上ヨーロッパ戦線に出払っており、この方は攻撃に敵はなすすべもなく沿岸部を明け渡すでしょう。その後は各部隊と合流を目指しながら前進。ここで最大の障壁になるのはロッキー山脈の存在ですが、そこで利用するのが我が大日本帝国陸軍が開発した6式中戦車です。ナチスドイツの E50 を元に作った戦車か。パーシングにも正面から対峙できるこの戦車を3000両準備することに成功し、これを元に12師団の戦車部隊を編成しました。沿岸部制圧後、ロサンゼルスにこの部隊を輸送し、山岳の低地、インフラが整備された地域を利用して猛進、南西部の山岳地域を包囲します。これによって敵の防衛線は崩壊するでしょう。その混乱に乗じて講和条件を米国に叩きつける、理想的な作戦計画だな。この作戦で重要なのはどれほど米国に衝撃を与えるかだ。敵の進軍は抑えられず、このままだと国家が滅ぶと国民に信じ込ませ、一致させる必要がある。帝国軍は振り返ず進撃し続けよ。その先には新しい日本が待っているのだ。阿呆作戦を実行せよ。諸君の健闘を祈る。日中戦争を引き金に勃発した大東亜戦争。これは日本にとってまさに地獄の戦争であった。この戦争に今、終止符を打つ。アンカレッジから山本五六長官率いる連合艦隊が出航。目標は米国太平洋艦隊の撃滅。大日本帝国海軍はまさに敵の本拠点に刀を差し込もうとしていた。連合艦隊は1947年9月23日に北太平洋上で米国主力艦隊を捕捉。これに対して決戦を挑み、総勢空母15隻、戦艦16隻が参加する人類史上最初で最後の大海戦が勃発した。まずは日本の空母艦隊から航空隊が発艦、敵空母に猛攻撃を開始した。空では1000機以上の航空機が入り乱れて戦闘し、まさに地獄の様相になっていた。日本の航空隊は被害を出しながら強引に突破、敵空母に向けて雷撃と爆撃を敢行。見事敵空母を2隻撃沈した。さらに駆逐艦や軽巡を20隻以上撃沈したが、ここで不運が起きる。敵戦艦の射撃した砲弾が偶然にも空母昇格に命中、弾薬庫に誘引しそのまま強沈した。両者一度引いて再度出撃。第二次北太平洋海戦が始まった。しかしこの戦闘では異例な事態が発生。敵戦艦が特攻を仕掛けてきたのである。戦艦ミズーリとアイオワを先頭にした突撃に対して航空隊を出撃させたが、一歩間に合わず、集中攻撃を受けた新型空母富士は耐えきれずそのまま沈没した。100機以上の損失を出しながら敵戦艦に敵を撃沈。今度は大日本帝国海軍が反撃を開始した。敵の防衛用戦艦を失った敵空母艦隊に航空隊で猛攻を開始。特に銀河によって編成された雷撃隊が猛威を振るい、空母に敵従順2隻の撃沈に成功した。両軍は撤退し再補給。お互いに被害は甚大であったが、今度こそ敵艦隊を撃滅するべく再度出撃。ここでついに第3次北太平洋海戦が勃発した。これが最後の海戦になると噛み締めて、日本艦隊から残存する航空機が次々に発艦。敵の特攻を回避するべく戦艦に攻撃目標を絞った。しかし米艦載機の奮闘によってまたしも弾薬庫に爆弾が命中。空母
領が撃沈された。だがここで大和と武蔵を主軸とした攻撃隊が猛威を振るい、射程圏内に入ると撃てる限り撃ち続けた。まず隻数後に敵が航行不能に、それを航空隊が追撃し見事撃沈。この2隻も魚雷や爆弾をいくつか食らったが、まるで何事もなかったかのように攻撃を続行。この砲撃戦で敵戦艦も6隻撃沈し、その後ついに最後の鉄空母2隻も大和の一斉射撃が命中し合金していった。これにて米国の太平洋艦隊は海の底に消え、そこには傷だらけの連合艦隊のもと、太平洋上には玉璽機が掲げられたのだ。制海圏各保護速やかに上陸部隊が出撃、世界最大規模の上陸作戦が行われた。これほどの攻撃を予想していなかった米軍は甚大な被害を受けながら港を明け渡し撤退。1947年の10月3日には沿岸部の多くの拠点を確保、ワシントンに向けて進撃を開始した。最初は順当に進軍が進んだものの、予想通りロッキー山脈が立ちはだかり、速度はすぐに落ちていった。各地で現れる周兵を相手にしながら日本軍は強引に前進、10万人に近い被害を出したものの、ロサンゼルスの確保に成功した。ここに日本軍の飛行士団が入港、敵の拠点への攻勢を開始した。米軍の補正部隊にはこの戦車を破壊する有効な方法が存在せず、ただただ蹂躙されていった。山岳地域を突破した飛行士団は後方の拠点を荒らしながら前進、山岳の防衛に固執する敵部隊を能力から追撃し、1947年の10月28日に敵部隊の包囲に成功。ここで20万以上の戦力を損失した米国は、地獄の戦争を続ける意志が砕け、ついに大日本帝国に講和会議の開催を申し出た。29日には停戦命令が発令され、6年も続いた大東亜戦争は終戦を迎えたのだった。1947年11月30日、迫り来る日本軍の攻撃に世論は講和を政府に強く求めた。結果的にトルーマン大統領の申し出により日米英の間で講和交渉が開始。会議は東京で行われたため、東京講和会議と呼ばれた。米国は本土での戦闘では負け続きであったものの、欧州戦線ではベルリン一歩手前まで迫っており、大ドイツ戦争で勝利後部隊を動かし核兵器も自国で運用すれば勝てたかもしれないが、そこに残るのは焦土化した国土のみであり、至るソ連との戦争で劣勢になることは確実だった。重光外務大臣とマーシャル国務長官の交渉の結果、日本はドイツとの同盟を切り戦争から離脱することを条件に、日本の要望が全面的に通ることとなった。日独伊三国同盟の解消はドイツに対する裏切りとも言える行為であり、国内では徹底抗戦派のデモや活動が再燃し、軍部の一部によるクーデターの機運も高まったが、日本にはもはやこれ以上戦争を続ける余力はなく、昭和天皇が直々に講和を支持することを表明したことから、国内の騒乱は次第に収まっていった。1947年11月10日に講和条件が成立、東京平和条約が締結され、大東亜戦争は正式に終了した。この講和会議の3週間後ベルリンが陥落し、ナチスドイツは無条件降伏を受諾。第二次世界大戦は12月4日に終戦した。戦後の世界は以下のようになった。まず戦勝国である大日本帝国はアジアの領土のほぼ全てを約束通り独立させた。さらに中国占領地も決められた通りに中国に返還されたが、一方で帝国の安全保障、経済上重要地域としてマレーシア、ボルネオ東北部、スリランカを日本領として併合、南亜特別区と定められた。この地域はアジアにおける石油やゴムといった資源の宝庫であり、これらを利用して日本の経済は大きく発展することとなる。さらにはハワイでは川七子は王朝が復興され、ハワイ王国が再建された。扱いはのアジア諸国と違い戦略上重要地域であることから日本の傀儡国である。これにより日本はインド洋から太平洋までの一帯の重要拠点を全て国家の管轄下に置き、海上における覇権を確実なものにした。現地ではいくらか反発運動があったものの、現在は温厚な関係が続いている。東南アジアはほとんど史実と同じように独立したが、インドとタイは大きく変化があった。まずタイ王国だが日本と同じく戦勝国であることから、フランスに奪われていたラオスとカンボジアをタイに返還、領土が大きく拡大した。一方でインドでは日本の厳格な監視と調査の下で独立が行われたため、ガンディー率いる穏健派の意見をもとに、パキスタンとバングラディッシュはインド連邦の領土とされた。軍隊も日本と共に編成したインド国民軍がそのまま国軍となり、インドの国防大臣には日本と共に戦ったチャンドラボースが就任した。ヨーロッパにおいては全く史実と同じように領土が変更され、ドイツは東西に分割、冷戦の最前線と化している。東京平和条約で日米間の国交も回復したが、終戦直後は両国の圧力は激しかった。しかし、共産主義の台頭で日米は協力関係に移行することになる。核兵器に関しては、ソ連が核開発を終えたことを聞きつけ、日本も開発競争に参加、イギリスの次に核兵器を完成させ、世界4番目の核保有国となった。最後に日本の軍人や政治家のその後、東国宮首相は昭和天皇との協力のもと、医薬上層権や現役武官制を廃止、さらには女性参政権も追加し、健全な立憲君主制国家の建設に奔走した。今村仁はインドネシアに残り、現地における政治指導顧問となった。山下智文は軍に残り、陸軍省と海軍省を統合に尽力を注いだ。山本五十六は戦争後数年海軍大臣を務めたが、戦争処理が終了すると軍務を離れた。その後外交官となって在米日本大使館に就任、日米関係の改善に大きく貢献した。この戦争で日本では160万人が戦死し、世界では4500万人以上が亡くなった。
日本の臣民はその犠牲を心に刻み、その後も進んでいくだろう。大日本帝国万歳。